あ、今日の昼ご飯でございます。はい、僕の好きな焼き鳥、はいはい、と僕の好きなすき焼き、はい、これを合体させてやろうと、はい、なんで焼き鳥刺して作ってホットプレートで焼いてすき焼きにするという、はい、あ、なるほどなるほど、ちょっとパーティーチックな焼き鳥を、はい、ずっとこう仕事だな、ホットプレートに入れるみたいなパーティーチックなやつを作っていきたいと思います、はいはい、了解です。何をしたら、ね、あ、まず材料説明ですかね。そうですね、もう普通に焼き鳥ですね。鶏もも、はい、と、まあこれネギマですね。ネギマを作る、ネギマと、あれのネギ、はい、はい、と豚バラスライスと、うん、えのきで、えのき巻き、はい、と厚揚げ、はい、と白菜は普通にすき焼きとして食べます。なるほど、はい、了解。じゃあこれ作っていきましょう。おい、じゃあ一口大に切ろうかな。はい、じゃあ私は刺していったらよかですかね。ああ、そうですね、助かりやす。じゃあまずネギマいきます。はい、よっ。じゃあ くじ引きしますか。当たりが出たら当てて、当てて、はい、これ当てて、当てて、はい、当てて、はい、当てて、はい、当てて、あららら、はい、まずね、はい、いきますよ。じゃあ、じゃあ、じゃあとりあえず刺していきますよ。はい、はい、ちょっとネギもちょっと切りますね。はい、あと、で、あの最初ちっちゃいやつで先っぽに行くほど大きくなれば見た目はちょっと良くなりますね。最初ちっちゃく、そう、なんかちっちゃいやつが下に来て、はい、こう上の方が大きくなる方が形がよく見える。なるほど。焼き鳥はですね、竹に、その竹っていうか竹串、うん、油につけちゃったことがあるですよね。あ、油に、そうです、あのこの竹の焼けんごと。あー、はあ、なるほど。俺の友達の焼き鳥屋さんはそういうのしてあるんです。まあ全部交互にしなくても肉結構多いんで、はい、最高ら辺にネギが1個下ぐらいにあれば、うん、大丈夫です。了解。そしたら今度えのき切ってきます。はい、これは、うん、子供に手伝わせられるやつですね。うん、誰でもできると思います。楽しそう。こういうのをやってね、怪我して学んでいかんと、子供は。まあ確かに、はい、怪我すっけんしたらいかんって言ってさせんやったらですね、何もされんけん。そう、ごもっとも。そうです、まな板の上でしたら結構やりやすいですね。ああ、確かに。置いて、こう刺していく。じゃあ僕はバラを、はい、えのきに巻いていきます。はい、はい、こんなの見たことあるでしょ。よし。あ、そしたらあと一つ厚揚げもちょっと切っておきますので、厚揚げも刺してください。はい、塩コショウを入れていきます。これで、はい、厚揚げ。あ、そしたら徳ちゃん、あれだ、ホットプレート準備してもらっといてもよかですか。了解。これ綺麗に良かったですね。うん、厚揚げはこんな感じですね。はい、厚揚げ。よし、よし、はい、とりあえずこんだけありゃいいでしょう。はい、じゃあもう持って行ってよかですかね。はい、持っていきましょう。はい、持っていきます。それでは焼いていきたいと思います。はい、まあこれね、なんかオーブンで焼いてもいいらしい、うん、で、その後にこう並べてもいいですよって書いてある。もう並べていきましょう。焼いてるより炒めてる音がしますねいや、本当はねグリルとかでも悩んだけどさ、うん、
ものすごく串が厚くなるやん。ああ。グリルとかでするときは、はい、この串の持つとこにアルミホイルとか巻いたら、焼けないんで、厚くはなるけどね。まあ、やるときはそうしてみてください。はい。じゃあ、タレ入れて、はい、ちょっと煮込みますか。煮込むって言ったけど。はい。タレをかけます。はい。あ、これもう間違いないですね。間違いないですよ、はい、だって味はもうエバラさんだもん、ね、そう間違いない。これでグツグツと、はい、やっていくという感じです。はい、こっちが閉めたらよかったね。閉めてみようか。はい、こっちの方が入りそう。ふいん。じゃあちょっと待ちますかね。これで待ちましょうか。で途中ひっくり返してまたちょっと待ってみたいな。はい、オープンしてよかですか。はい、よかですよ。オープン。おーい、うまそうやん。まあ白菜とネギ追加したけど、豆腐が、こいつが、おーなったね。エフクロンだったですね。ね、卵いります。卵いります。あ、どうぞ。すいません、いただきます。じゃちょっと卵を先に溶かしとこうかな。すき焼きなんでね。すき焼きなんで卵を溶かして、でも最後はあれですよ、はい、やっぱりこの卵とタレ、はい、タレがこう入るじゃないですか、はい、それをご飯に。なるほどね。これは絶対うまい。いただきますか。いただきますか。うまそうじゃない。これめっちゃうまそう。卵にくぐらせてね。はい、熱いな。やばい。いただきます。うまい。まあ、それはもう間違いないよね。味はね、もううまっ。すき焼き、すき焼き。これ気づいてしまった。これはもう、手のかかるすき焼き。バレた。うん。焼き鳥自体は手かかるやん。うん。まず。でも、で焼き鳥食いたいし、ああ、なんか他になんかちょっと、焼き鳥だけど違うのないかなと思ったら、すき焼きできんじゃん。ホットプレートだったらいけるって思ったら、まあまあめんどくさいすき焼きができたっていう。これ多分あれですね、あの冷凍の焼き鳥とかあるじゃないですか、うん、それが余ったなっていう時に、うん、すき焼きの時に入れればいいのかな。よくお気づきで。いやいやいや、なし気づかれたですか。気づいとって、はい、あのそれ頼もうと思ってたんや。はいはい、分からんなと。自分で買いに行ったら分かるけど。なるほど。そうそう、 LINE とかで頼んでも絶対分からんなと思って。もう刺すか。うん。めっちゃうまい。めっちゃうまそうや。見て、やばしゅんどるよ。めっちゃうまそうやん。うまい。めっちゃうまそうやろ。いや、ほんとはそれめっちゃうまいもん。じゃあ俺も豆腐あっぷあっぷ。呼ばれていいかな。どうぞ。うん、はい、あっぷ。うん、あ、大丈夫。全部卵溶く。卵も用意しますか。あ、OK。 ありがとう。うん、めっちゃうまい。豆腐半分もらっていい。うん、めっちゃうまいね。めっちゃうまい。おいしいよね。めっちゃうまいじゃん。あ、そっか、うらやまい。あ、じゃあこれパッと箸で落とそうか、うん、ちょっと焼き鳥っぽくないけど。どうぞ。ありがとう。ネギマもいただきます。ネギマ、うん、あ、うまい。これは超絶うまいです。なんか濃いめの、うまっ。めっちゃうまいよ。鶏の鍋食いよる。めっちゃうまい。めっちゃうまいね、これ、うん。じゃあ、あとはみんなでゆっくり食べますか。食べますか。あるね。それでは、はい、今回は、今回は胸押しが焼き鳥と、はい、何だっけこれ、すき焼きか。すき焼き、焼きを混ぜた、何やろね、何ですかね。焼き鳥すき焼き、はい、でした。はい、お時間じゃないです。はい、してみてください。ほらほら、はい、卵皆さん、はい、卵。
ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい。